はい、どうも、エルザです。それでは、レムナント、フルムジアッシュやっていきたいと思います。ラベリンスに来たのはいいんだけど、どこにぶっ刺すんですかっていうような感じなんだよね。最初正面行って、あれ飛んだね。おお、なんか来た。これに差し込むっぽいね。そしたらラビリンスの鍵をぶっ刺しますか。お、またワープか。てか取り外し式なんだね。おー、なんかすごいところ来た。あ、そうそう。でね、今回、ハイブキャノンっていうの前回使えなかったやつ持ってきてます。単発式だけどダメージがめちゃくちゃ高いっていうやつだね。あとなんか隕石っぽいやつ降らせれる感じなんで。いや、楽しみだな。これ使うの楽しみなんだよね。うわー、とても美しいわ。孤立した延々。でもモンスターは声がするね。避けるな。あ、でも威力は高いから。あ、これ壊れないんだ。弾さえどうにか補充できればって感じか。 50% アップでだって40発ぐらいだからね。まあ、新マップ来たけど。オッケーかな。そんなもんだ。おお、ガード下げれるんか。これいいね。だってさ、ボス戦とかこれで減らし、体力削って、でいつものこれでね、打てばだいぶいいよ。あら、そんなもんなの。出血つえ。音がよし。一番怖いの、音が途切れるやつなんだよな、このゲームね。あ、なんかいる。あ、ショップっぽいね。何のよ。私は バックステック。私は全く気づかなかったわ。フォードって名前ね。他のバクスルテックね。それはバクスルテック、興味。私の物資ね。エーテルオーブ、オーバーロード。まあよくわかんないけど買っておこう。あ、武器売ってる。スピア。アーマー。あ、これクリティカルが上がるんだ。高えな。
ガーディアン。あー、これちょっとお金貯めたいな。私はやってな、何かか。あ、チェックポイントもあるね。そうか。どうしよっかな。そしたら上か下かって感じだけど、おとなしくしてなさい。下行くか。ちょうどなんか来てたしね。ちょい攻撃力上げたら、これはなかなかいいものになるんじゃないかな。一発で倒せそうな感じだもんね。やるのよ。やっちまえって。うん、特に問題なし。いいね。射程あってダメージ高いはいいね。若干ハンドグレネード的な扱いかな。まあただ弾の消費がね。きついものはあるけど、強力ってかそんなに強くはないんだけど、きついね。さあお金ちょうだい。あれてか鉄は次の段階手に入らないね。これだけか。もう次のエリアだ。早いね。まあ意外とね、雑魚敵が処理しやすいからね。さあ、弾補充。今どれくらいだっけ。一回強化できそうかどうかって感じか。でもあの防具欲しいよね。クリティカルダメージ上がるのはかなりありがたいよ。あれ？ボス？マジで？何？多いも多い、キル。あ、なんか攻撃しちゃった。
ばい、間違えて攻撃した感があるね。でかいと狙いやすいね。それはダメだって。壁はダメだって。いやそれきついな。よくわからんな。何体も倒さないといけないんだ。よし、持ち場右。まず右やね。早速お前来んのかよ。手持ちが切れたわ。それ当たってないんだ。よう分からんな、その当たり判定を。まず生き残る理由が分かりません。まずとりあえず端に回ろうか。これはまずいわね。めちゃくちゃ避けることね。マジで。
ハートどこ？なんだよ、割れてないんだよ。うわー、いたー、まだ。お？あ、最後一撃だったんだ。話せよそ者、誰に仕えている？私は誰にも使えない。私はお前が使えるものに使えている。選択肢は？お前を信じよう。似たものを知っている。お前はパクスルテックであろう、よそ者よ。いいことか、それとも悪いこと？そうだね、私のような人を探しているのはフォードって名前だ。ではきっと友人であろう。お、じゃあここにいるのか。私たちの任務を手助けしてくれた。お前と話をするのは彼に免じてだ。だがフォードは奴らに連れ去られた。奴らは彼を尋問し、私たちの居場所を吐かせようとしている。そうか、彼を見つけなくては。ジグラットに交流している。ジグラットを見つけるのは簡単だが、フォードの救出は難しい。質問は？幾代も前だ。あ、結構前なんだ。お前たちの言葉で言うと何世紀も前から。何世紀？貴族どもが彼と仲間を洞窟に追い込み虐殺した。私たちはそう考えている。洞窟から遠く離れた場所でフォードを見つけた。彼は負傷していて瀕死の状態だった。私は彼を治療し家に戻れるよう助けたんだ。彼を助けたいが、あまりにも危険すぎる。奴らの狙いは私だ。フォードは八重社が見守っている。まあまあ、そんなに聞いてもって感じだしね。あー、辛かった。トリアージ、トリアージ回復効果かボーナス。へえ。ああ、じゃあそれあげれば、ああ、で、メンダーオーラの回復力もアップするわけか。なんかすげえ顔してたね。猿みたいだね。ああ、お金、お金を、お金をください。いやー、こういうボス戦もあるわけか。ちょっとガタイ大きめが多かったけど、まあなんとか倒せたね。んで、あー、これ抜けれるわけか。あ、よかったよかった。でもフォードはもうすぐ会えそうな感じもするね。どうだろう、瀕死の状態って言ってたから、なんかそんなよろしくない感じではあるよね。さ、チェックポイント。よし、じゃあ今回はちょっと早いけどね、これくらいにしとこっか。あ、高純度の鉄手に入ってるね。あ、これは強化するとだいぶ良くなりそうな気はするけど、まあとりあえず今回ここまでにしたいと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。